皆さん、ポコニャチは。先日のモンハンクロスのプレゼント企画へのたくさんのご参加、本当にありがとうございました。めちゃくちゃたくさんの応募があったみたいだな。高評価もたくさんあったみたいだしね。そうなんだよね、短い応募期間だったにもかかわらず、3000件以上のコメントをもらったよ。高評価も4000件以上あったわね。視聴者さんたちのおかげで、非常に盛り上がることができました。改めてありがとうございました。ちなみに、誰が当選かもう決まってるのか？うん、もう決まっているよ。ちなみに、当選者の方との連絡はどうやってするの？それなんだけどさ、今回は YouTube メッセージというものでのやり取りになるよ。YouTube メッセージって何？ YouTube メッセージっていうのは、YouTube アカウント同士でメッセージのやり取りができるもので、今回のようなプレゼント企画の時にはよく使われるものだよ。見方を教えてあげた方がいいんじゃない？そうだね、ちょっとわかりにくいかもしれないから、簡単にだけど解説していこうと思うよ。へいへい。まず、YouTube のページの右上あたりにある自分のアイコンをクリックすると、こういうのが表示されるよね。ここの、クリエイターツールっていうのをクリックするんだ。ほうほう。そうすると、左側にこういうのが一覧で出てくるんだけど、ここでコミュニティっていうタブをクリックするんだ。意外と簡単そうね。うん、誰でもできると思うよ。ちなみに、今のはパソコンでの確認方法で、スマホのアプリなんかでは確認できないから注意してね。よしじゃあ、YouTube メッセージのやり方は分かったから、そろそろ当選者の発表をしてくれよ。そうだね、今回のモンハンクロスのプレゼント企画で、見事当選した視聴者さんは。鈴木春菜さんです。鈴木春菜さん、おめでとうございます。おめでとうございます。鈴木春菜さんには、すでに先ほどの YouTube メッセージを送らせていただいていますので、確認ができ次第、僕への返信をお願いします。発送は、あんたの家から発送するの？それめっちゃ家がバレるわ。あはは、そうよね。なので発送はウームからしてもらいます。つまり、岐阜から一旦東京のウームに送ってから、その後当選者の方に届くってことだな。そういうことです。なので、少し時間がかかりますが、届くまで楽しみにお待ちください。3000人以上参加した中で、当たった方は本当にラッキーね。本当だな。ちなみに、今回大好評だったし、今後も定期的にやっていったらどう？そうなんだよね、今回のプレゼント企画をやって思ったのは、みんな純粋に企画を楽しんでくれてるってことなんだ。だから、今後も定期的にやっていけたらって思うよ。もし、今後もプレゼント企画をやってほしいって思ったら、この動画への高評価をお願いするんだぜ。そうだね、その辺はコミチンがシビアだからね。ということで、この動画に高評価をして、次回のプレゼント企画につなげていきましょう。どんなものが景品だと嬉しいとか、コメント欄で教えてくれると嬉しいです。それでは今日はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。皆さん、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくなんだぜ。なお、ポコニャンの限定メルマガに登録すると、ポコニャンの動画など、最新情報やお得情報がメールで届くわよ。気になった方は、ぜひメルマガ登録をしてくださいね。チャンネル登録は左側をクリック。メルマガ登録は右側をクリックするんだぜ。スマホ、タブレットの方は、動画の概要欄にリンクを貼っておくので、そちらをタップしてね。それではまた、明日の動画でお会いしましょう。この次も、ゆっくりしていってね。